ウエストコースとジャズは1950年代アメリカ合衆国ロサンゼルスを中心とするアメリカ西海岸一帯で演奏されていたジャズの総称ロックにもウエストコースとロックの地域ジャンルがある他のジャズ分野は南部で発祥後北部、東部に移動しニューヨーク中心の東海岸での音楽性の違いで分類されたのに対し西海岸ジャズは 地域によって分類されたものである。西海岸のジャズ面の中心は、外して正当的な音楽教育を受けた白人演奏家であり、クールジャズを発展させたようなスタイルが比較的多い。特に1940年代から1950年代にかけて白人ビッグバンドのスタン・ケントン楽団とウディハーマン楽団で活動し、後独立したミュージシャンが多く含まれる。 デイブ・ブルーベックはウエストコーストジャズの中でも特に有名なジャズマンだった。ブルーベックのテイクファイブはジャズだけでなくポップチャートにもクロスオーバーした。同曲は21世紀に入ってからもラジオ、テレビなどでオンエアされている。当時西海岸を本拠地とするジャズ面の中にはモードジャズ、クールジャズの伝統を組むもの、アフロアメリカンのジャズ面を中心にした。 ソウルジャズやフリージャズ的なものなど様々なスタイルが混在していた。ありがとうございます。